なんだ俺。すいません、なんかネットがバツって切れましたね。見えてますか？なんだろうこれ。はい、ワードツーいらっしゃい。なんだろう、ネットがバツって切れたな。なんだこれ。こんなことなかったけど。なんかちょっと調子悪かったですね。今見えてる？何なんだこれ一体。なんかネットが不安定だな。回線？なんだろう、俺の問題なのかな。見えてる？バッチリ。プツプツ切れる？今治った。あ、了解です。何だったんだろう。ちょっと原因不明ですね。まあ、気を取り直してやりましょう。バッチリ。電波悪い。電波悪い。今ダメ？今ダメ？どう？見えてる？あいつぐ。プツプツない。うん。はい、どうもよろしくお願いします。はいはい、コマネチ。はい、今日はですね、2019年3月の18日、夜の21時30分です。よろしくお願いします。はい、よろしく、若津。ミラーはバンだからね。うん、ミラーしたらダメだよ。問題ない。はい、ありがとう。リスナーさんからね、メビウス届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます、これ。問題ない。はいはいはい。よろしく。先ほどはお邪魔しました。何の件でしょうか？ お邪魔したんですね。ちょっとよくわかりませんが。なるほどなるほど。見えてる。よかった。まあ、まったりやりましょうか。今日パチンコ行ってないっすね。はい。ああ、ボクシング。ああ、とんでもない。ありがとうございます。先ほどはどうも。喫煙枠ですね。強く嫌な人は、あそこ行ってください。ツイキャスの方だと固定版残ります。何？卵味噌が言ってた。何？卵味噌、卵味噌って。気持ち悪いんだけど。はい、こんばんは。イベントの予選ラスト枠なんで開けなかったの？映画のミーティングだった。映画のミーティングだった。落ちちゃったね。うん、映画やめないっすよ。日本語わかりますか？ K さんありがとう。コンティニューコインありがとう。さやちゃんありがとう。コンティニューコインありがとう。卵味噌、卵味噌うるさいな。ふわっちブロック解除してください。うーん、ごめんね。ふわっちはブロック解除しないかな。ある配信者があなたのことバカにしてますよ。いいんじゃないですか。こっち来た。K さんいらっしゃい。バスケ終わったので落ちます。お疲れ様です。はい、いってらっしゃい。バスケ終わった。卵味噌っていうか、なんだろうね。もう本人のあからさまな自演でなえるよ。本人のあからさまな自演に。自分もブロック解除してほしい。通知が来ないから不憫で不憫で。ブロックをされたっていうことは、ブロックをされるようなことをしたんじゃないですか。なんでかわかんないですけど。
数合わせに捨て頃出るの嫌にならないんですか？うん、数合わせではないと思うんで。人気のバロメーターだと俺は思わないかな。うん。連投ごめん。誰だろう。ごめんなさい。狐枠なんで誰かわかんないです。あの機械が、機嫌が悪い時にワド2って打っただけですぐブロックされましたよ。フォローしてなかったんじゃないの？ハルさん。フォローしてなかったんでしょう、多分。うち、フォロワー限定放送だから、多分フォローしてなかったんじゃないかな。ペニーさんが和道さんに支援するかリスナーにアンケートを取ってました。あ、そうなんだ。へえ。もうブロックしちゃいましたね、ペニーさんは。もう関わらないかな。もう関わらないですね、多分。はい、ワード2。はい、猫の目、お茶爆ありがとう。はい、ワード2。みゆきちゃんいらっしゃい。ワード2。新規リスナーはいらないかな。あんまり今欲しいっていう、無駄な関わりは持たない感じですね。どうなんだろう。あんまり分かんないですね。無駄かどうか分かんないですけど、最近はうざいなと思ったら速攻ブロックしてますね。なんか話してて面白い人はいいんですけど。ちなみにバツーです。ああ、ごめんなさい。僕はね、コテハンが変わったら覚えらんないですね。何千人もリスナーさんいるんで、さすがにね、一人のアカウントね、二つ三つね、コテハン覚えてたら頭パンクしちゃうんで、バツーさんはわかるけど、名前変わったら他人です、僕の中では。はい、こんばんは。金見せびらかしてアンケで支援決めるとか引いたわ。ちょっと俺はね、1日に2回もね、もてあそばれたから、もうペニーさんとは関わらないかな。正直無駄だからね。最近荒ぶってないっすよ、全然。はいはい、またねー。かわいい、ありがとう。ペニーさん、ちょっとね、もう関わんないかな。好きだったけどね。あ、反映された？バツツーさんいらっしゃい。っていうか、バツツーさんってなんでバツツーさんなんだろうね。正論っていうか、まあ、正論かどうかわかんないけど、俺は気分悪かったね。映画撮るね。フォローなしでブロックひどいよな。だってフォローしてない人見なくていいもん。なんでペニーに土下座すんの？俺何もしてないんだけど。新宿で見かけたら声かけてもいいですか？嫌です。声かけないでください。声かけないでください。今朝アタルが映画支援してたけど、あいつも大概やな、笑えたわ。え、俺アタルから支援なんかされてないよ。サインとか書かないっす。絶対書かないっす。あ、そういうことか。罰にって、結婚の罰なんだ。野草ではないっすよ、僕。無料アイテムでブロック、もっとひどいような。フォローしてない人ですね、ブロックしてんのは。フォローしてないですね。解放だけど、こんばんは。解放ブロックしてるんで見れないはずです。サインはいらない。手形をくれ。いらない。いやー、手形とか嫌だ。どうせ映画も今までやってきたいくつもやつと一緒で達成されないだろうな。いいんじゃない、別に達成されなくても。不破のイベントの映画落ちた。予選落ちした。
ダメだったね。23位だったかな。うん、23位だったね、うん、ダメだったな。コンティニューコインありがとう。映画は出たいな、一本出てみたいなっていう気持ちはあるけどな。演技派じゃん俺、うん、演技派だからさ。はい、ワード2。ドクター M さんから来て挨拶入れたらブロックするって。え？映画どうでした？映画見てないっすね最近。必ず買ってください、応援してます。どんな応援してくれんのどんな応援してくれんの。わあすげえ、招き猫散髪、まん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 招き猫、まん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 招き猫、まん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 招き猫散髪、55号さんからいただきました、ありがとうございます。やばいね。こんばんは。何気に招き猫3発。いえいえ。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。すげえ。ペニーさんもうブロックしてるもん。俺の枠来れないよ。すげえ。ありがとうございます。すごいね。招き猫3発で、こんばんはだぜ。神かよ。YouTube のワドさん、ポコチン、どんぐりみたいだな。あー、チャーミングでしょ。定期、キツネ枠でワド監督も気分によってはブロックすることもあります。うん、はいはい、定期ありがとう。ハートありがとうね。うん。でもさ、普通に考えてさ、なんかさ、支援お願いしますって言って嫌だって言ってさ、別にそこはいいんだけどさ、それをさ、ロムって自分の枠で笑い物にされてさ、で、その後、なんか昼ぐらいに暇だったら俺の枠見に来てよって言われて、で見に行ったら金リスナーに見せびらかしてアンケート取って、で支援やっぱしないわっていう枠やって、何をしたかったのとか思ってロムって見たけど、うん、俺2回も裏切られたからねペニーさんに。こんばんはギャオさん、こんばんは。招き猫高額アイテムだよ。招き猫は高額アイテム。みやびの練習見た？すごね。いや、みやびの練習見てないけど。うん。みやびの練習見てないですね。なんで初見ブロックなんですか？うちフォロワー限定放送でやってます。ああ、まあ閲覧欲しかっただけなのかもね。うん。がっかりだよね。お台場の写真、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。うん、招き猫は俺に1個3000円入、3000円じゃない、1個1500円入るかな。あれ、リスナーさんはいくらで買ってるんだっけ、招き猫って。あ、違う、2000円入るんだ。2000円入るんだ、俺に。うん、2000円ですね。招き猫は俺に2000円入る。うん。たかがそれだけって、この一瞬で6000円もくれたんだよ、リスナーさんが。たかがそれだけって思うの？金銭感覚やばくない？ 6000 円もらったんだよ、俺。いや、それでさ、たかがって言える人いるんだ。リスナーさん3000円払ってるから9000円だよ？そう。ねえ、たかがじゃない、めちゃめちゃ大金でしょ。でかい金額だよ。そう。すごいね、それをね、たかがっていう人いるんだね。びっくりするよね。よっさんに招き猫投げてもスルーされる。これはよっさんのスタイルなんじゃないの。それがまあよっさんのやり方だから、まあ俺はすごいと思うけどね。風景撮りに行きたいっすね、いろいろな場所に。ただ車がないんで僕。車がないんですよ。機嫌いいっすね。招き猫よかった。ハートありがとうね。37号さん。
和道にブロックされた。え、俺の放送見れてるってことはブロックされてないんですよ。狐だと安心してコメントできる？いや、普通の枠でも全然安心してコメントしていいよ。なんで、普通の枠やだ。コメントしづらい。この角度はハゲ隠せる。別にハゲは隠してない。僕免許持ってないですね。ああ、五色沼懐かしいね。五色沼取り行きたいね。一眼レフでね。ああ、ギャオさん、ありがとね。昔から見てくれてんだ。ねえ。撮影場所、ロケ入るかもしんないね。もしかしたら。東京じゃなくて。ご飯作るコーナーは今日ないです。とんかつ食べてきました。味噌カツ食べてきましたね。味噌カツ。宝箱が一番高いんだっけ、値段が。PC スキル全然ないっすよ、僕。マジで五色沼行ったの？冬じゃないでしょ。春先の五色沼でしょ。びっくりするぐらい綺麗だよね。あれ、冬の雪の時に乗りごと行ったんだよ、俺。すんごい寒かった。すごい寒かったね。映画作ってるよ、作ってるよ。行ったことないので、和田監督に行かされたいです。いやらしい。あ、そうなんだ。バツーさん古いんだ。だって俺、バツーさんがボクサーだってしたの、ここ最近だもんな。で、っていうか、バツーさん、ロムってたじゃなくて、俺、ニコ生時代からコメント書いてくれてるし、覚えてるよ、俺。コテハンずっと変えてないでしょ、バツーさん。俺、覚えてるよ。しかも、ニコ生の結構中期ぐらいだから、なんだかんだもう、何年ぐらい、トータル。ニコ生が3年半。多分、4年半か5年ぐらい見てくれてるよ。だよね。何がきっかけで見てくれたのかわかんないけど。バツーさん古いっていう認識だよ。でしょ？全然、俺デリヘル呼ばない。俺デリヘル呼ばない。え、のりこ普通にコメント書いてるよ。YouTube からファンでふわっつきました。ああ、ありがとうございます。フォローしといてください。フォローしてないとブロックされますよ。フォローしてない人はブロックしちゃうんで、僕。女買わないよ。そんなお金ないよ。ていうかさ、デリヘルって家に呼ぶの？俺、家に風俗嬢を入れたことなんかないよ。一回も。デリヘルって家に来るの？箱ヘルは行ったことあるけど。箱ヘルは。女性の手を取ってるの？見てみたい。手？なんで手なの？映画頑張ってるよ。もし女性配信者が、仮に女性配信者が全員風俗嬢としてギリギリ当たりだと思うラインって誰？みんなは。風俗嬢で部屋にガチャってきてギリギリ当たりだなって、ギリギリ外れの方じゃなくて大当たりじゃないよ。あ、ギリギリ当たりだなっていう配信者誰？ デリヘル嬢で。 ツバニャはないでしょ。あ、タマちゃんわかるね。ノリコは配信者じゃない。ニンニか、朝比奈。あ、ハルさん大当たりでしょ。田中大当たりでしょ。ノリコ。あ、ルーちゃんギリギリだね。いいとこつくね、ルーちゃんね。板場バーは外れだよ、お前。ふざけんなよ。板場バーは外れ、うさぎ番長は当たりじゃないの。ゆいは、ああ、ゆい、俺は嫌だな。なんかめんどくさそう。のりこは即チェンジとか言って。くっつん可愛い方じゃない？板場バーチェンジとか言って。ことか大当たりでしょ。ニンニなんだ。板場バーはもうクレームだよ、本当に。でも板場バー最近綺麗になったよね、なんかね。板場バーなんか、
なんかちょっと色気が出てきたというか、なんか化粧が乗っかってて、ちょっとね、板バアのよ。あれ、板バア少し綺麗になってると思って面白いんだよ。さとこっていうのがいるんだ。くるちゃん可愛いよ。くるちゃん美人だよ。うん。熟女デリ呼んで、愛子来たら迷う。愛子ちゃん別に普通に可愛いよ。なるほど。花ばあばおばあちゃんじゃん。水木チェンジなんだ。好きがないわ。ゲルゲは当たりでしょ。あ、ミサママは当たりじゃない？俺ミサママ結構好きだけどね。ミサママ、なんだろう、ブスなのか美人なのか分かんない典型的だよね。わかる？これ。なんか、ブスなのか美人なのか分かんない女っているじゃん。ミサママはブスなの？美人なの？俺の中では美人なんだけど。ハルさん大当たりどころじゃん。ハルさんめちゃめちゃ綺麗だよ。ミサマはブス？え、ミサマも可愛くない？ミサマは美人だと思うけど、俺。エーフは美人に見せてブスだよ。ゲルゲ、可愛いと思うけどね。ゲロちゃん、普通。ミサマま来たらいくら出す？うわー、いい質問。いくら出すかな。16,800円かな。16,800円かな。18,900円出せるかな。どうだろう。16,800円出すよ。ミサママに。お邪魔くんありがとう。え、でも、わかるでしょ？男性諸君。結構出す？え、いくら出す？ミサママに。ミサママには出すでしょ？ 2 万4000円は絶対ないけど。ニンニは6000円ぐらいでいいんじゃないの？ 4800 円とか。え、俺、ミサママ全然16,800円出すよ。全然出すよ。R さん会ったことないかんね。そう、ベンジャさんの彼女可愛いんだよね。嫁太郎可愛いんだよ。嫁太郎ブスだと思ってるでしょ、お前ら。俺、嫁太郎びっくりしたんだよ、個展で会った時。まあまあ可愛いよね。なかなか可愛いよ。人魚は3000円 ドクター M さんは、うわー。わー、すげえ質問きたな。M さんに いくら出すんだろう。ハルさんは3万円台じゃないの？ハルさんは3万2800円出すでしょ。3万2800円出すでしょ、ハルさんには。お茶爆ありがとう。ほら、M さんと俺はほら、お金の関係じゃないから。もう、プライベートな関係だから。もう、お金が介入しない、そのトゥルーラブの方だから。わかった。いや、ハルさん5万とか取れるでしょ。あよかだつ、お疲れ様。いや、俺結構ね、値段は結構いい線ついてくるタイプだよ。ネギ目の和道って呼ばれてるから。ミサママとか海宝とかニンニ、ウグイス谷デッドボールにいるレベル。ミサママは違うだろう。お前、ウグイス谷デッドボールのホームページ見てこいよ、お前。とんでもねえぞ、お前。本当に。妻には俺生理的にない。金もらっても無理。
ぶっちゃ本気で100万もらっても無理、絶対ない、うん、絶対にない、もうピクリともしない、マジで。俺多分爆走が裸でここにいたら多分踏んづけると思うよ、結構強めに、かかとから行くよ、俺無理マジで。うん、ワド抱かせてくれたら1万やる、やだよ、なんかガチホモじゃん。式もない、式と爆走が本当の NG だから俺、100万とか値段とかじゃなくて本当に無理なの、何にも起こらない、何にも起こらない、なんなら不快だもん、本当にもう話してるだけで不快なんだって。わだから爆走やりたいとか爆走とワンチャンみたいなこと考えてるのありえないよね、もう無理だもん。あのね、親から虐待されてたから生理的に無理なの、要はもうコステなんだよ、生粋の、もう式とかももう絶対子育てやってないんだよ、クズなんだよあれ、もう分かるの体感で、虐待する親だっていうのが、それ分かるよね、虐待されてた子供とか分かるよね、母子家庭の人とか。式と爆走は母親じゃなくて女捨てられてないんだよ、うん、そう。ワンワンは8000円ぐらい出すよ、7800円かな、うん、ワンワンはまあ7800円ぐらい出すよえ、生ビール飲めるの、ビール飲みほだったら7800円だな、ワンワンは。でビール飲みほつかなかったら6800円。いやワンワンにじゃないよ、あのちゃんとドリンク込みだよ、セット込みで、だからワンワンの場合はできないわうーん、 R さん会ったことないもん、俺会ったことないもん、見たことないし顔、うーん、爆走は無理だって、100万もらっても無理だよ、うん、ビール飲み放題だけど俺でも女だったら俺ウナに抱かれたいもん、俺ちょっと佐野が魅力的なの少し分かるタイプなの、俺女だったら多分佐野に行ってたと思うよ、俺ちょっと佐野魅力的だと思うもん俺女だったら佐野のところホイホイ家に上がり込んでたと思うよ、和どこは和子、和子は抱かれるよ佐野に、佐野は全然いい男だよ。佐野はね、俺ね、ちょっと魅力感じるんだよね。うん、俺佐野は行くと思う。行くわよ、和子は。うん、ドレさんは、ドレさん微妙。ドレさんはないかな。うん、ドレさんはない。ゆいがさんもない。アイラはグッと来ないの、俺は。まあ、友達にはなれるけど、アイラはない。鮫島さんはないね。佐野だね。佐野、ちょっといいんだよね。俺の中では。女だったらね。誰だろう。俺が女だったら誰行くかな。俺が女だったら誰行くだろう。男配信者は、アチュオだね。アチュオすげえかっこいいから。アチュオサプリ面食いだから俺、アチュオサプリサノ、うん、チャンピンはないね、チャンピンはない、うん、アチュオかっこいいんだよね、なんであんな人気ないんだろう、あんなにかっこいいのに。狐赤にするとコメントは走るよ、うん、俺の元カノのこと言うなよバカ野郎この野郎、俺あのシリーズすげえ好きなんだよな、なんかおい俺の元カノあのくだり大好きなんだよ、俺の元カノよおいおいっていう、あのくだりは俺結構大好物だね、部屋の中でケタケタ笑ってるあれ面白い、うん、ちょっと面白い、結構ネタじゃない感じが面白いんだよ
トラッシュさんはないね。パトラッシュさんはない。うん、あちょは色気あるよ。うん、本当に顔整ってるね。聖司クレイジーパピオンは、あの、意外とありかもしれない、俺の中で。あの、結婚するんなら意外とありかもしれない。恋愛じゃないんだよね、聖司は。なんかね、家庭がほっこりしそうなんだよ。うん。聖司は意外と、あの、本気の方は聖司ありだよ、俺。聖司意外といいやつだから。あちょはただかそってるだけだよ。最近見ないんじゃなくて、閲覧8とかなだけだから。うん、ネルさんは高嶺の花だよ。もう無理だよ。行かないよ、俺が女だったら。パルパルないね。ない。うん、あー、パイセンして、ちょっとキモかったよね。俺は俺に行かない。絶対に嫌だ。俺が女だったら、絶対俺のところ行かない。絶対行かない。あ、野田アリだね。野田アリだね。うん、俺は俺嫌だ。絶対選ばない。絶対ない。脇型からとかじゃなくて、実らない恋だからね。配信しか愛してないって分かってるから。うん、この人、配信しか見てないわってなるから。やけどしちゃうから。行かない、ほら。夢ばかり見てるわこの日、この人ってなるから、うん、アンコロドメンヘラだよ。絶対やめた方がいいよ、うん、顔はいいけど、顔が良くて典型的に性格悪いタイプの女だから絶対やめた方がいいよ。ドメンヘラだから本当の。みどりさんないね。あ、カオスは抱かれたいね。あー、いいね。忘れてたよ、カオス抱かれてえな。旅先のモーテルで抱かれたいね。うん、旅先でずぶ濡れな私をモーテルに連れてってほしいよ、本当に。カオスはいいよ、うん、カオスかっこいいよね。スナフキンだよね。色気あるね。なんか優しいよね。ずぶ濡れだけどすぐホットコーヒー入れてくれるんだよ、モーテルで。カオスインポなんだ。うん、不潔感ちょっとあるよね。ちょっとあるね、うんうん、カオス面白いよね、うん、いや、カオスは恋しちゃうでしょ、あんなの、うん、声いいんだよ、セクシーなんだよ。ゆっくり喋るんだよね、カオスってね、うん、カオスはモテるよ、あれ。どんな恋愛するのか全然想像つかないけどね。セックスするときどんな音楽かけるんだろうね。池上なんかねえよ。わからなくねえよ、バーが。あんな三下感が、あの、なんだろう、赤ラークの三下感半端じゃなくない？あの、金魚の糞の三下感すごいよね。もうザチンピラにもなれない感じ。なんだろうね、あれ。どっから漂ってるんだろう、あの三下感。多分一生主役になることはないんだろうな。うん。中指が超長そうって知らねえよ、そんな。ジェダイないよ。一番ないわ。三下って言葉、三下って言葉知らないの？なんだろう。兄貴、兄貴みたいな。兄貴買ってきましたよ、兄貴みたいな。そういう、わかる。兄貴、何やってんすか？わかる。こういう感じ、うん。ない。両方ない。パシリ、そうそうそう。みやびなんかないよ。ないよ。あ、ヒカルくんはでも楽しそうだよね。付き合ったらね。
光くんでもちょっとメンヘラの系あるからな。ちょっとめんどくさい時あるんだよね、光くんって。光くんちょっとめんどくさい時あるんだよ。基本すげえ120点ぐらいいいやつで、もう常に満点なんだけど、たまーになんだけど、メンタルグラグラくる時あるの。2回ぐらいあるんだけど、ヨアさんもういいっすわ、帰りますとか言って大体なんだけど、深酒の時そのモード入んの。なんか急にズドンって、さっきまですっげえ楽しく飲んでたのに、いやヨアさんタクシー乗んねえっす、帰りますわ、いやいや、いいっすいいっす、帰りますっていうっていう光くんは俺何回か飲んだけど2回あるね。光くんね、たまにそのモード入る時あるんだけど、理由とか言わなくて塞ぎ込むの、全力で。なんかすげえ塞ぎ込んで、なんか、え、なんか悪いことしたみたいな、どうしたのみたいな、5分前まであんなに楽しかったのにみたいな、すげえなんかへこむんだよね、あの光くんのモード。なんか塞ぎ込むの。いいっす、もう帰ってくださいみたいなみたいな、そういじけるパターンたまにあるんだよね。だからあの光くんとは2軒目3軒目行きたくない、分かんないの、いまだに。でも次会うと、わさわさ元気っすかっていう、いつもの光くんに戻ってんので、わーキャーキャー、光くん楽しいね楽しいね、飲み行こうぜ、ウェーイ気持ちいいね楽しいね、じゃあそろそろ帰るか、いやもういいっす、いやもう自分、タクシーに乗ってください、お疲れです、いやもういいんで嘘でしょってあれわかんないんだよな、たまに出るんだたまに出るよ。深酒になった時に2回あるから、多分ね、酒で朝方バットに入るんだよね、1回いきなり突き飛ばすっていうかね、なんか構わないでくださいみたいな、なんかもういいじゃないですかみたいな、もうやめ、もう帰りますみたいな気難しい時あるんだよ、たまに。繊細なんだよ、普段120点の男なんだけど、たまになんかね、すげえ冷たい時あるんだよね。うなちゃんマン何で持ってる、魅力的じゃない、佐野は。俺佐野はなんか一緒にいて楽しいと思うし、あの佐野のそばにいたいけどね、佐野のそばに。佐野はいいよ、常に聞けるんだよあのトークがで亭主関白だから佐野は、ああ見えて三社祭りの時のゲルゲすげえ面白かったな、三社祭りの時のゲルゲは最高だったよ本当に。おいゲルゲっつった、分かっとるがな、ビール配っとるやん、うちそんなんやるやんみたいな顔して、なんかヤクザに挨拶回り行ってて、どうもいつもお世話になってます、ビール飲んでくださいみたいなことずっとやってて、おいゲルゲっつって、やっとるやんかみたいな、うちやるでみたいな顔してるゲルゲがクソ面白かった、痛いなこのカップルと思って、痛すぎると思ってできる妻感が半端じゃなくて、もうできる妻感ね、できる妻ではないの、できる妻感を全力で出すゲルゲが面白かったすっごいもうじわ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 来てて、ずっとショートコントを見せられてる感じが面白かった、痛かったよすごい、佐野落語あげるげ財布持ってこいよ、付き合い大事だからよつって入れ墨の写真集買う佐野、あげるげ持ってこいよつって、持ってきたでみたいな3万パッて渡す佐野、うんうん、あの入れ墨の写真集買ってたよ佐野は、付き合いが大事だからよって言ってた俺にこういうのは付き合いが大事だからよっていう、俺はあそうなんすかって言って、そうなんだと思って3万円で買ってたよ、うん、ありがとう、
108号さんから花火いただきました。ありがとうございます。引っ越しの時捨てたんだ。あれ3万切符良かったよ。なんか3万ぐらい出してたよ。3万ぐらい出してた。佐野は良かったよ。佐野はプライベートでも佐野だったからね。でも一番面白かったのはあれだよね、2日目だよね。2日目の佐野が一番良くて、ずっとそわ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 してて、で金梅さんがチュンメン、違う、今これ光くんだわ、チュンメン、違うな、ちょっと金梅さんが今日入らないか、普通の声でやるけど、チャンマン、みこし乗ろうよみたいなこと言ってて、要は初日にみこしの上乗る乗らないみたいな下りがあったから、もう2日目最後だから、チャンマンみこし乗ろうよの金梅さんの振りがあって、佐野は乗らねえよバカ、お前モンモンしょってねえと乗れねえよバカって言いながら、ずっとそのコントを30分ぐらい聞かされてて、いや乗ろうよチャンマン乗ろうよみたいな、俺もいや師匠乗りましょうみたいなやってて、そうだよ乗ろうよってみんなで煽ってて、乗らねえバカ、乗るわけねえだろお前モンモンしょってねえとよっていう下りからの、みこしが到着しました、そわ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 する佐野で、お世話になってるそのヤクザの親分さんに、佐野は何て言ったかっていうと、あすいません乗っていいっすかって言ったら、ダメだよバカ野郎ってあすいません一個だけなんですけど乗っていいっすかつ、ダメだよバカつって、おい舐めてんだろつって、ダメだよって言われて、ですよねつって、おいゲルゲお前、おい金馬よみたいな、ちょっとふてくせされる佐野ねからのだけど佐野のすごいところは、本番始まりますピーって笛鳴ったら乗っかってウェーイって言った感じでダメだってあんだけ怒られたのにウェーイって言ってみんな何あいつみたいなシーンってなって、ゆっくり降りる佐野ゆっくり降りた佐野、すごい遠く見てたからねえ、シャンマン担がないのっつったら、もうずっとこんなんなってたいや、めちゃめちゃ面白かったよめちゃくちゃ面白かったよ、あの現場の3、400人いて、はぁみたいな顔されてたからねはぁみたいな、誰あいつみたいなすっげえ面白かった。さすがのゲルゲも現場から離れてたもんね。ゲルゲできる女だからそういう時はゲルゲできるやつだから、あのゲルゲはもう缶ジュース買いに行ってたよ、ビール買いにコンビニ走ったよ。あの時のゲルゲは良かったよ、あの動きはね。あそこにゲルゲいたら大変なことになってた、やっぱり察する心だよね、ゲルゲの。うちは今ここにいたらあかんってなったんだろうね、ダメって言われたのに乗ったよダメって言われても乗るんだよ、佐野は。組長っていうか若頭かな、なんかその偉い人、組長ではないね、そのなんだろう、お世話になってる、若頭っていうのか、俺ちょっとそのヤーさんの業界わかんないんだけど、違う、その話題してるのじゃないよ。俺はね、前の日にね、それ真実言っていい？じゃあ98号。98号、遅刻したのは事実なんだけど、真実言っていい？あの、それ、ちゃんまんが深しすぎなんだって。真実全然違うから。真実全然違う。もし全然、俺聞かれたら答えられるよ、未だに。全然答えられるよ。俺は遅刻したの。ただその日ね、電車を乗り間違えて、ほらあの浅草とかあんまり行かないから俺で、ちゃんまんに30分前にもうとちるって分かってたから、ごめんちゃんまんつって、5分遅れますっていうのを事前に言ってあるのよね。で5分遅れたの。
ただ佐野は3時間遅れたことにしてんの、俺のことでしょ。3時間ぐらい遅れ、違うから。5分遅れたの、待ち合わせの時間に。しかも30分前に俺伝えてあるの、メールで。それは事実ね。もっと言おうか、佐野前日5時間遅刻してるからね。その前の日に5時間遅刻してんだよ。金梅さんと俺ともう一人誰だっけな、光くんかな、5時間待たされたんだよ。で次の日俺5分とちって30分前に全員に連絡入れてて、あんだけ言われてんだよ。すごいでしょ。なんかハットかぶって、なんか変なコート着て、なんか似合わねえサングラスかけて5時間遅れてきて、あーゲルゲーとか言って、なんでおめえらこんなとこにいんだよバカ野郎とか言って、早くお前どうのこうのっつって、なんかホテルに入ってったよそのまま。いや最低だよあいつ本当に。だからスケープゴートでしょ、自分の遅刻を俺に全部なすりつけてんだよ。これちゃんと裏も取ってるからね、あの金梅さんと光くんと俺の3人の分、祝儀俺が出しとくからって言って。ちなみになんですけど、僕の分の祝儀って佐野から受け取りましたって、その偉い人に聞いたら、あ受け取ってねえよって言ってたよ、うん、ふかしなんだよ全部、うん、あようこさんいらっしゃい、お疲れっす、うん、あれ僕の祝儀って僕出してなくて、あの佐野さんが出したって言ってくれたんですけど、大丈夫っすかって言ったら、いやそんなの受け取ってないよって。うん、あ自分の分しか出してねえよあいつっつって、いいんすかっつって、いいよ若いからっつって、なんかいいよいいよ来いよっつって、ありがとうございますって言って、うん、付き合いを大事にするその違うよ、しかも3じゃ出禁になってんだよね、ゆうこさんね。うん、いまだに裏ナンバーのブレスレット大事にしてるさの、うん、うん、ハッピー返したよ、ハッピー返したよ、さすがに俺でもわかるわ、ハッピー返さなかったらやばいのなんかわかるよ、祭りの会のハッピー返すに決まってるじゃないですか、返したよ。だからそれも嘘なの、完璧な遅刻は本当よ、5分とちったのは遅刻、俺若い方じゃない、うん、いまだに返してもらってないって言ってんの？さすがに返すでしょ。さすがに返すわ、うん。いや、返すでしょ。だってそんなのまずいでしょ。ハッピーぐらいわかるよ、俺だって、うん。パソコン壊されたよ。それはもっと前の話だよ。だいぶ前の話だよ。全然前の話。あの時も嘘だったもんな。あの時の佐野面白かったよな、うん、パソコンガッチャガチャにぶっ壊してやったよって言ってコメント欄に器物破損でたら、いやあいつすっ転んでたなとか言って、5分後に話変わってたもんね。いやなんかぶつけてたなあいつ、自分で転んでたなとか言って、うん、なんだそれと思った、うん、めちゃくちゃだよ本当に、もう生粋の嘘つきだからね嘘しかつかないからね。いや礼儀っていうか、まあ普通だと思うけど、そんな礼儀正しいとかじゃないけど、いやそんな佐野の、そんな佐野に尽くしたい、そんな佐野にそんな佐野のそばにいたい、佐野ウォッチャーでありたいから、誰よりも近くで佐野の睡眠とか佐野の入浴とか佐野の歯ブラシとか全部記録したいの、いろんな意味でお祭り、うん、そう違うよあれ、佐野にバーンってぶっ飛ばされて、一番最初佐野、俺がぶっ飛ばしてパソコンぶっ壊してやったよっつったんだよ。違うよ、真相教えてやろうか、おい出てこい、ピンポンピンポン、おい出てこいっつって、おいダメだ、何がガチャガチャやってんだよっつって、こうやってドアからこうチェーンガチャガチャのドアから、てめえこの野郎っつって、こうやってはたかれたんだよガチャ、てめえガチャ、てめえこの野郎、帰れこの野郎ガチャっつって、すっごい早かったよ、ドアこの隙間から手が出てきたんだよ
でパンってやられて、うわーってパソコンひっくり返ったんだよ最高だったよ、てめえこの野郎っつってドアバンバン蹴ったんだもん。だから KW レジデンスの鉄板すっげえ分厚いの俺知ってんだよ。もう蹴り壊そうとしたから俺、すっごい鉄板なんだよあれ KW って。うん、いやだから最初はぶっ壊してやったっつったの。でもコメント欄で器物破損だよ、佐野逮捕だってなったら、いやなんか転んだんじゃねえかなっつって、あと自分で転んでたなになって、次はさすがに転んだは苦しいだろうってなったら、いやなんか俺がドア開けた時にぶつけてたなとか言って、話が2点3点したんだよ30分間ぐらいで。でその後も面白いんだよ。その後ゲルゲは確かに悪くないじゃん。でゲルゲ、俺がドアバンバン蹴って怒鳴ってたからゲルゲが起きたので、俺ゲルゲに帰れって言われて帰ったのよ。わかる、あの和野さんって、もうさすがに朝方でこれはないわっつって、帰ってっつって、あーゲルゲさんごめんっつって帰ったので、その後の放送を見たらびっくりして、なんやねんクソガキみたいなの、まあわかるじゃん。で佐野はなんか有頂天になってるから、あー大丈夫だよ俺がぶっ飛ばしてやったよみたいになってんのよ。で次の日ゲルゲなんて言ったかっつったら、和道に殴られたって言い始めたのね。すごいでしょ、和道に殴られたって言ってたの。前日そんな流れなかったのに全く。で俺殴られた、ゲルゲをぶん殴った最低野郎みたいになったんだけど、さすがに頭きて、さすがにそれはねえだろうと、俺女に手なんかあげねえよってなって、自分の配信でミラーでゲルゲがキャスやってる時に1ヶ月後だよ、全く連絡取り合ってなくて、ずーっと俺ぶん殴られたってゲルゲに言われてたのに、俺こんにちは和骨ゲルゲさんって書いたら、和道くん久しぶりって普通に言ったんだよ。病気だろ、もうみんなで腹抱えて笑ったもんその時もゲルゲのリスナーが、あれお前ぶん殴られたんじゃなかったのみたいな、ゲルゲさんなもう許したのみたいになってて、ああそんなんもあったなみたいななんだこれみたいな俺はゲルゲをナンパしてない。何それ、ゲルゲをナンパした話って何何それ俺が知らない話が出てきたんだけど、え何それ、ゲルゲをナンパしたって何俺そんなことしてないけど、っていうか俺ゲルゲに会ったの三社祭りの時1回だけだけど、どうやってナンパすんの俺が。いやゲルゲもぶっ飛んでるからね、女版佐野だからね、あれやばいよね、病気だよ。まあ佐野のポンプだよ、佐野のポンプ。いやー俺ね、でもねゲルゲタイプなんだよ、顔は。ゲルゲは顔ちょっとタイプだね、カエル顔っていうかさ、また違う話出てくるから。 KW って今名前違うの、へえ知らない。連絡先知らないのに裏で連絡取って手出そうとしたって、病気だろもうあいつ。あのね、佐野が言うことは、俺ねもう本当に、俺佐野のファンだったから言えるけど、佐野の話ってさ、佐野から聞く分にはすごい面白いの、人の話。自分がされてみ、全部嘘だから本当に。関わった人ならわかるはずなの、佐野に直でオフ会だったりとか配信者で関わったことある人だったらわかると思うけど、ほんと病的に嘘つきなのよ、びっくりするよ。いやだって俺放送で全部リアルタイム全部照合してたから、当時見てたやつなんか佐野がいかに嘘ついてるかなんか全部わかってるもん。いや俺は佐野に、っていうか知らないでしょ、俺佐野に憧れてこの世界入ったんだよ。だから佐野の弟子筋なんだよ俺。だってメモレイっていう配信者に言われたもん、好きな配信者誰なのって言ったら、金梅さんが好きだっていうの、メモレイは。っつって、和道さん誰かいんのって言ったら、俺佐野が好きなんだよって、佐野が好きでこの世界入ったんだっつったら、メモレイって若い男の子は俺に言ったよ、佐野が好きって聞いたことないよって、うなちゃんマンが好きでこの世界入ったこと聞いたことないって。確かに俺6年半配信やってるけど、佐野が好きでこの世界入ったやつ一人もいないの、金梅さんばっかりね。そうだよね、バッツーさんね、昔から言ってたよね。
うん、そう、佐野好きなんだよ俺、佐野っ子なんだよ。なんかね、哀愁があっていいっていうか、なんかね、車虎次郎みたいな感じがあるじゃん、ちょっと風天の虎みたいな、わかる？なんかね、哀愁があるんだよね。なんか憧れるの、ああいうなんかダメなんだけど強がっちゃったりとか、なんかドラマがあるじゃん、わかる？なんかね、ちょっと憧れるんだよねまあ病気なんだけどね、入院レベルのね、いや俺佐野好きだったね。ただもういいやと思って飽きたね、正直正直もう 2,3 年前に飽きて、もういいやと思って、なんかよくよく考えたら歯のないおじさんじゃんと思って全然かっこよくねえわと思って深し込みで好きだったね昔、もう佐野フリークだったからね、佐野大好きだったからね。初めて伝突した時の話なんか今でも覚えてるよ。あの、日本には核兵器が、政治の話してたの、佐野が珍しく。で俺が「ちゃんまーん」っつって電話して、いや話聞いてたけどすごいよっつって、非核三原則について教えてよっつったら、お前ワド本気で言ってんのか、非核三原則とかって言うから、え違うのちゃんまーんっつって、作らない、なんだっけ非核三原則って、作らない、持ち込まない、なんだっけ非核三原則って、作らない、持ち込まない、あとなんだっけ、なんだっけ非核三原則でまあまああるじゃん、であげないか、で、あの、え何イージス艦のことっつったら、バカ野郎ワドっつった、お前何にも分かってねえなって、ワド青森の原発あるだろうっつって、あれあそこにテポドンあるからって言い始めたの、マジかよってなって、その時の佐野は面白かったね。うわー、ネットやってるやつだったらみんな知ってるよなーっつって、八戸によーっつって、日本は核持ってっからお前にわかかよっつって、もう上機嫌だったよ、すげえ面白かった。いやだからもうだからよれてるんだって酔っ払ってるだけなんだって、あれ。そう、佐野いじりね、よくやってたよね昔ね、電話でね、病気だろあいつ本当にネット全盛期そうそう、ちょっとね、あ、それも面白かった、あのね、タカジンのそこまで行っていいんかよ丸パクリする佐野のコーナーがあって、で佐野、あの、要はタカジンの番組見てるから右派の番組なんだけど、全然右と左よく分かってないっていうのが面白かったの。そのあのタカジンのノリで朝聞いたこと、昼とか朝に聞いたことをそのまんま喋るんだけど、ソースを突っ込まれるとよく分かんないから左になったりすんのそれがすげえ面白いんだよそう、ソースタカジンのそこまで行っていいんかいだから、佐野テレビっ子だからね、意外とね。最近何のテレビにハマってんだろう浅田真の中途半端なところだけ引っ張る、なあ、佐野を論客として朝まで生テレビに出せばいいんだよ、佐野を論客として。なんか可愛いよね佐野ね、ミヤネ屋なんだ最近は最近はミヤネ屋の情報なんだ。おお、いや事実みたいに話すっていうか、事実だと本人は思ってるからね、それが怖いんだよ、本人は本当なんだと思い込んでるからえ、佐野って前科8班なの嘘でしょ、佐野って前科8班もある嘘でしょそんなあったっけ、え、前科3、え、前科8班そんなにあんの、クソ悪いやつじゃん俺ですら3班だよ6、4ぐらいじゃなかったっけ、なんかあれだよね、結構極悪だよね、
配信でも前科積んでる。あれでしょ、通報されたらネタになるでしょ、あの佐野智則を全国に知らしめたあの事件でしょ。なんだっけあれ、強姦殺人未遂だっけあれ。なんか海、真冬の海かなんかに突き落としたんだよね、若い女の子。なんだっけあの事件って。そう、女の子を突き落としたやつ。しかもそれレイプかなんか、ピンクも絡んでなかったっけ。なんだっけ、佐野の誰か、事の経緯知ってる人いる、あれすごいよな。なんかキャバクラかなんかの若いお姉ちゃんをなんかちょっとちょっかい出そうとして、相手にされなくて海突き落としたんだよね。強制わいせつおよび殺人未遂。どうしようもね。すごいよね。え、それって弁当ついたの、それでパクられてたの、通信制の高校生。かわいそうだよな、ほんと。弁護士が絵だの、え弁護士が絵だの。うん、まあそれは懲役食らうよな。うん、それは懲役くらい。え、6年も入ってたの、え、え、嘘でしょ、6年も入ってたの。あー懐かしいね、こいつでよ一人一人ぶっ刺してくからよってやつで、あれ面白かったよね。包丁持ってきて、こいつでよイベントの一人一人ぶっ刺してくからよとか言って、俺今本当に即逮捕だと思うよ。こうやってなんかいきなりなんか、あのイベントガッチャガチャにしてやるよっつって、台所から包丁持ってきて、包丁握って、会場イベント会場の一人一人目についたやつぶっ刺してくっていう殺害予告するんだよ。すごいよね。水泳習ってたから助かったって言ってた。へえ、すげえな本当に。え、懲役6年も入ってたんだ。いやすごいよね、生粋のアホだよね、生粋のアホ。まあオワコンになっても面白いのは佐野だけだろうな。オワコンになっても面白いっていうのすごいよね。普通オワコンって相手にされなくなるじゃん。オワコンになっても面白いんだよ、佐野クラスになると。だってもうぶっちゃけた話さ、なんだバール事件からもう全然なんか元気ないじゃん、正直言うと。ゲルゲも別れ、部長さんもねいなくなっちゃって、いや最近の佐野面白くないよ。昔面白かったよね、毎日キレッキレだったから。そうそう、西成でくだまいたおっさんみたいになってる。なんかね、やだよね。まあ年齢的なもんなのかな。俺毎晩見てたけど、毎晩もうなんかもう絶好のふわふわになってたよ、もう。良かったよね、ニコ生時代のね、佐野ね、毎日もう、もうバンバン吹かすのよ。すごかったよ。あの、当時の雑談トップ走ってた佐野は。いや、佐野はやっぱね、現役のね、ナンバーワン佐野を見てる世代からすると、今の佐野は見てらんない。もう毎晩面白かったの。ただ喋るだけなのに本当に面白いの。ピッケル佐野だよの下りなんか最高だったもんね。いやみんな好きだよ、みんな佐野は好き。だって俺誰に教わったんだか忘れたけど、配信始めたての頃にファミレスに入ったので、その時にファミレスに入ったの、島津って自分の本名で名前書くじゃん。そしたら俺先輩の配信者に怒られたもん。お前さって、配信者だろって、はいって、
お前レストランとか並ぶ時とか会員証作る時お前本名で名前書いてんの？って言うと、はいって、ダメだよって、配信者は全員佐野智則って書くんだよって言って、横線引かれて書き直されたもん。力屋さんだ、力屋さんに教わったの。だから俺は それ以来はもうずーっと佐野智則って書いてるもん。ファミレスの待合も会員証も全部佐野智則で統一してるよ。力屋さん、力屋さん、もう教えてもらったもん先輩に。すいませんって力屋さんが佐野智則って書いてる。うん、いいんだよ、佐野が全部悪いんだから。風俗も全部佐野智則だよ全部佐野智則で統一だよ。なんならもう住民票も佐野智則で出したいぐらいだよね。力屋さんも面白かったよな。平気でヤクザの事務所とか潜入すんだよ。その力屋さんって配信者知らないでしょ。すっげえ面白いんだよ。昔だからスマホで配信とかやらないんだよ。パソコンで配信すんだよ。目立つじゃん。でヤクザの事務所にコンコンって行って怖い人出てくるじゃん。なんやっつって、いや、あの V シネマ見て感動してきましたって言って、そうかっつって、コミュ力めちゃめちゃ高いのよ。で本当に僕が憧れてるんですとか言ってそのまま入ったからね、事務所。すごいよね。ね、ぶっ飛んでたよね。ぶっ飛んでた本当に。いやすごかったよ、うん、いや面白かったよね、力屋さんね。だからあの緑さんの誕生日かなんかに力屋さんが電話する回とかちょっと涙出そうになったもんね、面白すぎてね。いつまで配信とか言ってんだよとか言って、ゴミ野郎とか言ってあれすげえ良かったね。緑さんの最近去年かなんかに力屋さんがいきなり電話、あ、力屋さんに電話かけたのか、緑さんが。ふわりを作った男。あれ面白くなかった、力屋さんのさ、あの力屋さんの企画で、あの千葉県の山の中でサバイバルをするっていう、もう今ではねサバイバル配信無人島とかでやるけど、山の中で俺は山の山菜とかだけを食べて生き残るっていうサバイバル企画をやったのね。でバッタとか食べたりするのよ配信上で。ねバッタとか食べたりイナゴとか食ったりとか雑草とか食ったりして、ですごい盛り上がってたの。すげえ力屋さんすげえって言って、でも一人のリスナーが暴露をするんだけど、千葉県の四つ街道っていうところで、こっち側は原っぱだけれども山みたいに見えるけど、ただの こっちが国道なのただの原っぱなの向こう側が。で配信終わった瞬間に迎えに行ったら、すき焼き食べたいっすって言って、すき焼き普通におごられるっていうね、っていうのを暴露されてて、すっげえ面白かった。そう、歩いて5分でコンビニがあるっていうねそそ買い出し放題あれ四つ街道かなんかだよね確かね。あれ超面白かったよね。この前どっかの枠で力屋さん通話上がってた、うん、力屋さん何やってんだろうね。ねえ今ねえ、それが面白いのにね。なんかそういうネタじゃなくて、なんか変なピュアさとかさ、なんか俺が嫌だなって思うのがさ、なんかなんつうの、感動ポルノみたいになってきてない？なんか俺らはさ汚れじゃん、はっきり言って。どっかにあるのよ、ニコ生出身の俺らは汚れをやりたいっていう。鮫島さんとかから感じるでしょ、俺ら汚れやりたいんだよっていう。だけどなんかリスナーがもうなんかバカなさ、なんかピュアミンばっかりでさ、感動ばっかり求めてるじゃん。くだらなくない？本当に何でもかんでも綺麗事しか言わないし、嘘つきばっかりなんだもん。もうなんかなんだろう、24時間テレビみたいなノリでもやだよね。全然面白くないよね本当に。
なんか最近の配信会の風潮全然面白くない。昔は良かったよね。リスナーも面白かったらいいみたいな空気あったもんね。面白かったら勝ちみたいな空気あったよね。そうだよ、汚れの集まりだよ配信者なんか本来ね。汚れやってなんぼなのにさ、汚れやんねんだよな最近な。うん、鮫島さんもちょっと感動系に寄せてきてるよね、なんかね。うん、ねえ、ドッキリも禁止だもんね今ね。うん、リスナーの層が変わったっていうかさ、だからスマホ勢だよね。バカに見つかったってよく言ってんだけど、パソコンで昔からネットやってる層ってさ、オタクじゃん。で、IQ も高いわけじゃん。ぶっちゃけパソコンも使ってるし、ネットリテラシーも高いし。だからさ、和気あいあいとオタクが慣れ合ってて、すごい、なんつうの、いいコミュニケーション取ってたのに、要はヤンキーが入ってきたんだよ。スマホを使い始めて、ネットのこと何にもわかんない一般人が入ってきて。だから、別にさ、ネットは、頭を良くするわけじゃないじゃん。ネットをもともと使ってた人が頭良かっただけで、なんつうの、バカの比率と頭のいい比率は日本で変わんなくて、 でも元々頭のいい人たちが使ってたから、うん、だからバカのツールだよ、バカのツール今じゃ、うん、だって俺が配信始めた頃は最強のワルは佐野と結賀さんだったんだよ不良と言ったら佐野と結賀さんだったんだよ。二強だったんだよ。そんなネットが面白くてしょうがなかったわけじゃん。もうみんなで面白いってなってたわけじゃん。うわぁ、ちゃんまんすげーとか、ゆいかさん半端ねーって言ってたのに、本物が入ってきちゃってるからね、今ね。うん、そう、バカに見つかったんだよ。ねえ、金梅さんなんてもう神がかってたよね。最高だったよね、本当に。本当に神だったもんね。ロックっつうか、パンクっていうかさ、とんでもねえ気違い現れたなと思ったもんね。すごいかっこよかったよな、金梅さんとか。もうなんか、誰とも慣れ合わないで一人で駆け上がってくんだもんね。いやーもう狂ってたよ、金梅さん。もう誰ともコラボとなんてしないもん。今と全然違うよ。一人で毎回気違いやって、毎回の勢いでバンになるんだよ。すごかったよ、本当に。ね。だから名古屋って未だに配信厳しいんだよ。名古屋駅で配信したらびっくりするよ。俺、名古屋の駅に着いて配信回した瞬間、1分で警備員飛んできたの。で、なんでって。で、お前知らないのって。名古屋は金梅さんの地元だから、こんなんなっちゃってんだよって。金梅さんがもう本当に、気違い配信やりすぎて、名古屋の駅前、警備員の飛び込み方が半端じゃないの。金梅さん、売名なんかしてないで、本当にすごかったんだよ、金梅さんって。すごい、名古屋は多分一番厳しいと思うよ。いや、本当にすぐ飛んでくるよ。名古屋で配信つけてみ、マジで。駅前で。すっごい速さで飛んできて、君、今通報入ってるから、みたいな。ダメだよ、ダメだよ、つって。なんでこんな厳しいんだろうと思って。ニコニココメントビューアーとかね。金梅さん面白かったよね。電車止めるしね。童貞じゃないんだもんね、金梅さんね。むしろセックスマシーンだからね。セックスマシーン、いい時代だったな。もうあれでも、クロクロ復活したのみんな知ってる？クロクロ、俺感動したよ。クロクロふわっちやってんだよ今。知らないでしょ。これニコ生のお前ら黒黒なんつったら大好物だろ？黒黒だよ？発狂の。ふわっちやってるよ、黒黒。フォローしといた方がいいよ、絶対。でもね、ふわっち向かないと思う。無理だと思う。囲うよ。バカだから。リスナーがバカだから。
潰されるだろうね。うん、ね、面白いのにね、クロクロね。クロクロまずだよ。もうダメだろうね。囲われてる。ダメだと思う。クロクロは伸びないと思う。誰だろう、面白かった配信者誰だろう、誰好きだった、みんな今いない人で。やっぱいない、今いない人だと力也さんかな、エミさんかな。なんかね、味気ないよね。なんかね、あの頃の本物のキチガイ見てるとなんかね、なんかあれだよな。あー、ドレさん面白かったよな、ニコ生時代な。もう引退しちゃったもんね。ドレさん面白かったな。なんかコメントないのに一人でずっと喋ってたよね。あー、ドレさん戻ってきてほしいな、うん、残念だね。野田やってるでしょ。うん、懐かしいな。ドレさん意外と知られてないのが、配信歴もう9年ぐらいやってるからね。ここ2年ぐらいで急激に売れただけで、実は閲覧7とかのを9年間ずっとやってる生主だから。知らないでしょ。アフリカ TV とかいろんなサイトで、あのツイキャスとかすげえ長い、うん、生主ハウスね。逆に下積み長すぎるでしょっていう。うん、いや、まあ出会い中で有名だから、うん、うん、俺ツイキャスやんない。俺はツイキャスやんないよ、うん、俺はふわっち配信者だから。そうね、フォローして課金してないとブロックだね、うちは。なんだろう、ファンクラブだから、和道ファンクラブだから、仲のいい友達枠だから、ここは。キャスやってないもん。何年前だろう、ちょろっとやったけどね、4年ぐらい前に、ちょろっとやった時期もあったけど、うまくいかなかったからやめて、それでふわっつきたんだもん俺。キャスじゃ売れないよ俺は。キッズ向けじゃんキャスって、うんうん、あ、全部嘘だから、うん、全部嘘、何が嘘とかもうめんどくさい、全部嘘だから。アイワードツふわっち稼げてる、どうなんだろう、どうなんだろう、うん、全部嘘だよ、全部嘘。骸骨？これ？スケさんのこと？俺のこと？スケさん？うん、スケルトンのスケさんです、はい。これ高いんだよね。ちゃんとしたところで買うとね。うん、なんか30万とか20万とかするらしいよ。骨格標本。すげえ高いらしいよ。全身の骨格標本。いや無理だよ、リスナーにコンビ売るのなんか絶対できないよ俺。絶対できない。いや、なんか行きつけのなんだっけ、ほらリサイクルショップ行ったらこれが置いてあって、えっ骨格標本だと思って、やっぱ欲しいじゃん男の子だったら。でこれいくらっすかって聞いたの、
ていうか、なんでこれがあんのって聞いたら、なんかそこのおばちゃん、このソファーもそこで買ったから、このソファーいくらで売ってくれたっけ、4000円とかで売ってくれて、で骨格標本どうしたんですかって聞いたら、なんか整骨院が潰れて、でそこで買い取ってくれって言われたんだけどって言って、全然売れないのよって言ってて、いやそれ売れないでしょって誰も買わないでしょっつって、え、これいくらなの、2万ぐらいって聞いたら、いいよ6000円でいいよって言うから、いや買うわっつって、6000円で買った骨格標本。でもこれ高いよ多分って言ってたよ、手とかもすごいしっかり骨一本一本あるからね、ガチ骨格標本だよ、ガチ骨格標本、ほら、海外製なのかな、わかんないけど、俺が生き残ってるとか生き残ってねえとかもういいよ、お前らの予想当たらねえもん、俺ニコ生の頃に言われたもん、お前が配信で飯食えるわけねえだろって散々言われたもん、もう当てになんないんだもん、お前らの無理とかお前はできないとか、ほっとけよバカ。俺タトゥー入れたかったよ昔、音楽好きだったから、いやジムで練習したいよ俺だって、みんな丸くなったっていうか年だよね、なんか有名どころが全員おっさんになってきてて、ジム行きたいね、なんかやっぱ今日のドレさんのあのなんだ日高さんのあのジムの配信見てたらやりたくなったね、食えなくならねえよ、アイテムもらってんだから、もうひがみはめんどくせえな、食えてんだからほっとけよ、ずっと言ってんじゃん2年も3年も、来月食えなくなる、来月食えてんじゃん、ほっとけよ、お前が食なんつうの、俺が食ってるのが羨ましくてしょうがないだけだろ、ただ単にひがみじゃねえかよ、ひがみ、アイテムもらってるからって、ひがみだろどう考えたって、ほっとけいいじゃん、俺だってリスナーさんからアイテムもらって生活できてんだから、何の問題もねえやん、正直言って、もう正直の正直、捨て頃の話でみやびに言っていい、あのね、呆れるぐらい下手、これマジの話、あのね、よくそれで捨て頃出れるなっていうレベル、ひどい、あれはひどい、見てて痛いもん、みやびだけはぶっちゃけそうだろ、格闘技やってないやつが見てもわかるぐらいだよ、あれかっこいい、頭悪すぎるだろいくらなんでも、みやびくんすごいパンチ重いって、バカだろあれ、あんな当たんねえよ、あれはひどい、いや痛いよ、あれは痛いよ、あんな当たるわけない、コスケコスケ師匠コスケコスケ、さすがのカズさんも呆れるわあれも、バカだよな本当に、本気で言ってんの、強くなったって本気で言ってんの、頭開いてんだろ、ジャブが上手くなった、バカだろ本当に、恋がいるんだな、いや便所太郎さんの優しさだと思うよ、俺のこと可愛いから、便所さんは俺のこと可愛いから和道を負けさせたくないっつってみやび当てたんだよ、これ便所さんの愛情だから、分かってねえな、和道が可愛いからね、3回連続頑張ったから和道を勝たせてやろうっていう便所さんのお情けだよこれ、お情け、
負けないよあんなの。あうまいこと言うね。ジャブがうまくなったんじゃなくてシャブがうまくなったんだろうっつって、うん、俺が負けるわけないじゃんあんなのに。負けるわけねえじゃん。あのね、誰がどう見ても負けるわけない。あ、今回はさすがにない。さすがに差が開きすぎ。いや、ない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 。恥かくからやめた方がいいよ、絶対とか言うの。ビビらねえわあんな練習で。俺ハードパンチャーだから。知らないだろ、俺ハードパンチャーだから。いや今回負けたらさすがにね、もう右腕こっから先切り落とすわ、約束するわ。みやびに負けたら俺こっからここの関節からここをナタで切り落として、こっから先リスナーにプレゼントするわ、うん、約束するよ。配信でドーンってナタで落として、これリスナーさんにプレゼントする、1名様。うん、余裕。利き腕いくわ、利き腕。絶対余裕。負けないもんだって、余裕だよ。負けない負けない、余裕余裕。いや、みやびにも囲いいるんだな。引くわ。いやー、もうあれだよ、もうズドンっていくよ、うん、ズドンっていくよ今回は。体重差なんかないもん。俺だって72キロだよ今。俺72だもん。体重差なんかないもん。土下座なんてかっこ悪いことしねえよ。こっから先関節のここの、ここの線入ってるところあるだろ、ここ、ここに線入ってるだろ、右腕のここに曲がるところ、ここ、ここにナタでドンってやるからでリスナーにプレゼントするから、 U パックで郵送するから。どうやって勝つの。3パターンあるね。3パターン。まあ1個言うなら、1個言うならそうだな、ジョルドカウンターかな。やっぱり得意技のジョルドカウンター、体全力で体重のスターあのパンチでカウンター取りに行くかな、カウンター。ガードしても打たれたら痛い。当たらない。一発も当たらない。あんなパンチ。あんな遅いスピードのパンチ。当たらん。俺のパンチ今、みやびの3倍速いから。3倍速い。絶対当たらない。いいじゃん、試合当日になったら分かるんだから。試合当日になったら分かるんだから。まあ見てろよ。
いや、俺結構強いよ。俺結構強いよ。結構強いよ。入場曲、まあ決まってるかな。いや、みんなが思ってるより3割ぐらい強いよ。あれってなるよ、生で見ると。結構いけるよ。いや、俺みやびより全然練習してるけど、全然練習してるけどね。身長俺結構高いよ、178ぐらいだね。ないよ、ないよ、170よ。170だよ、270だよ俺。でも178に見えるぐらいのオーラはまとってると思うよ。強い男はでかく見えるから。だから170って言うとびっくりされるよね。もっとでかいと思います。和道さんはもっとでかいと思いますって言われるよ。和道さんはもっと大きいと思いますって言われるよ。足もとっても長いと思いますって言われるよ。小顔ですって。誰にって、お前らにだよ。お前らそんな感じだろ普段。アドさんサインください。リスナーです、サインください。握手してください、お願いします。いつも見てます、ありがとね、いつも見てくれてありがとね、とってもありがとね、嬉しいです、和道さんに突然会えて嬉しいです。身長はもっと大きいと思います、ありがとね。なんで差別って、何にも差別じゃない。和道さんかっこいいです。だいたいお前らそんな感じじゃん、いつも。だいたいそんな感じじゃん、いつも。この辺に米粒つけてるじゃん。こっちにケチャップとマヨネーズついてるじゃん。
アンチは大体なんだろう、低所得者だよね。大体ブルーワーカーだから、うん、作業着着てるんよね大体、うん、爪が黒いね、あと爪が黒くて作業着着てるよね、うん、あのやめた方がいいよって、会社名が入ってる作業着は着ない方がいいよって何回も言うんだけど、ニンニ綺麗だった。なんかニンニが配信やり始めて、なんかニンニのファンができ始めたの、ちょっとじわるんだけど。キツネ枠ってさ、普通ニンニニンニっつってさ、みんな叩いてたのに、なんかニンニが配信し始めたらキツネ枠でもちょっと綺麗だなみたいな、なんかちょっと俺好きだわみたいな、じわじわなんかニンニがファン増やしていってるのが面白いんだよ。なんなのお前ら、ほんと女に弱いよな。なんかね、ニンニ、ニンニ意外とありだわみたいな、意外と勢が増えてきたんだよ、うん、意外と勢。俺ニンニの顔知らなかったんだよね、うん、5、6年付き合い、うん、もう5年ぐらいか、5年ぐらい付き合いあるけど、俺が見た時びっくりしたのは顔とかの話じゃなくて、関西弁なのにびっくりしたんだよね。普段ほらコメント書く時関東じゃん、標準語で書くじゃん、うん、ニンニデリヘル嬢なの。ニンニはデリヘル嬢なの。そうなの。ありがとうございます。うるせえな、定期係なんだよ、ほっとけよ。定期係、うちの定期係ディスってんじゃねえよバカ野郎。意外と税って何、昔ね可愛い子いっぱいいたんだけどね、今なんか本当にいなくなったよね、ババアばっかりになっちゃったよね、なんかね若い子いなくなったよね、うん、どうやってたんだ。確かにでもマスクをつけてて可愛かったパターンって一回もないよな。あれマスクつけるのやめた方がいいと思うんだよな。なんかさ、マスクつけると美人効果があるのはわかるじゃん。だけどそれってマスク取った時にダメージが自分に全部返ってくるわけじゃん。あれマスクつけた方がデメリットの方が多くない？なんでマスクつけるんだろう。もうブスですって言ってるようなもんじゃん。ハードル上がるよね。逆にハードル上がるからマスクつけない方がいいのにっていう。いや可愛い子見バレボだから、これ本当に不思議なんだけど、可愛い子マスクつけないんだよ。可愛い子絶対マスクつけないの。まあ AF は昔からやばいっていうのは知ってたから、何を今更かんだけど、マスクは絶対やめた方がいいよ。外すタイミングなくなるもんね、うん、あーボブリシャツ可愛かったね。俺はあんまタイプじゃないけどボブリシャツ、まあでもボブリシャツのファンがいるのはわかるね。
AF 可愛いと思ってるやつらいたんだ。もうニコ生の頃から見慣れた顔だから、うん、AF がブスなのは結構有名な話だからね。っていうか別にブスならブスでよくない？なんかブスならブスでいいのになと思うけどね。だからあれだよ。あ、すごいこれわかった。あのね、女性専用車両に乗るやつってブスしかいないじゃん。わかる？女性専用車両で私昔痴漢されたことあって怖いんですっていうさ、クソババア、すごいモンスターみたいな、普通の可愛い女の子とか普通車両乗るじゃん。わかる？それと一緒なんだよ。わかる？わかる？その感覚に近い。うん。女性占領、いや、お前に痴漢なんて来ないからっていう。うん。あ、いいとこのお嬢さんだよ、ボブリシャスは。え、だって お父さん官僚かなんかじゃなかったっけ？なんかしかもエリートコースの官僚かなんかだよね。あのボブリシャスのお父さん。外交官かなんかだよね、確か。うん、そうだよね、合ってるよね。だから、ブスなのをさらけ出した方が楽になると思うんだけどね。ブスはブスでいいじゃんっていう。フェミニスト大概だよね、ほんとね。官僚だよね、確かね。すごいお嬢様だもんね。全然俺女の人敵に回さないよ。それ言うの大体男だから。俺女心わかるから、女の人に嫌われないから。全然女の人敵に回さない。大丈夫。なんでかっていうと、悪意がないから。女の人は感覚で見抜くから。ないないない。はい、こんばんは。ないよ。俺はブス戦だから。わかる？マスク取っていいんだよっていう。ブスの貴公子だから。ブスの。ブスとババアの貴公子だから。ドレさんのはトゲがあるじゃん。俺のはないもん。俺ブス戦だから、うん、ミサママ大好きだから、うん、何決めつけって。何にも決めつけじゃない、自分のこと言ってるだけだもん。ねえ、ありがたいね、花火いただいて、うん、招き猫も3発もいただいてるよ。なんで女心がわかるのかはね、メルヘンだからだよ、うん、あのスイーツ毎日食べてるからだよ。モンブランとかタピオカドリンクとかね、トルティーヤとか食べてるから女子力高いのよ。洗濯物もできるし、お皿洗いもちゃんとするでしょ。お前らできないでしょ。トルティーヤとかタピオカドリンク食べないでしょ、うん、そう、ロマンティックが高まっていくのよ、俺の中の。そうするとやっぱりロマンティックな女子たちと共感できる。タルト好き、なんで知ってんのなんで知ってんの？タルトめっちゃ好きだよ。うん。あとちょっとの女そそるよね、わかる。うん。セブンスイーツで何が悪いんだよ。うん。なんかね、ドレさん世代だよね。あの年で横浜出身で六本木に住んでてっていう、その、なんつうの？もう、わかる。典型的なその感じだよね。あの、遊び人っていうかさ。ね、気持ち悪い女どこって何よ。俺彼女いないよ今。もう2ヶ月ぐらいいないよ。てか本当彼女できねえな今回な。本当に女できねえな。俺すぐできると思ってたけど今回やばいね。人気全然ねえわ。俺もう女がいなくなったらすぐ私彼女になりたいみたいな問い合わせ欲しい。すごい。全然来ない今回。ノー問い合わせですよ、うん、ノー問い合わせ、はあ、
入院見舞い行ってんの？そうそう。え？うん。復縁って言ってもね、もうだいぶ時間経ってるからね。うん。どう問い合わせなの？なんかちょっとワンチャンね、なんかないのかなと思ったけど、本当にないの。ネタすらないよ。なんかニンニとはそういう感じじゃないからね、俺はね。うん、俺が来た時の話？うん、生き霊がついてんの？霊とかっているのかな？あんまりしっくりこないけどな。でもなんかロハコさんが死んだっていうのはなんかね、生きてそうな気がするんだよね。なんかなんかね、亡くなった実感みたいのいまだにないな、ロハコさん。俺超なるだよ、超ナルシストだよ。デブが好き。あ、でも俺ぽっちゃりしてる人が好きだね、痩せてる人より。うん、なんか実感ないよね、ロハコさんね。生きてるよね、絶対ね。あれ、和道さんパクられてました。そんな感じで出てきそうだもんね。ちょっとパクられてました。なんかフラッと出てきそうだよね。うん、うん、嘘、暗黒10周年にロハコさん来んの？竹本さんはさすがにもう亡くなってるでしょ。うん、写真編集してる和道ホモっぽい。あー、でもやっぱそうなるんじゃないの。うん、ホモっぽいっていうか、オカマっぽくなるよね、俺。うん、小屋はさすがに俺、そういう感じじゃないね。もう、ああ、死んじゃったんだっていう感じ。うん、わかんない。竹本さん、心臓じゃなかったかな。うん、小屋は実感あるどころが、ちょっと重かったね、やっぱ。うん、目型の雰囲気なんだ。ついてたっつうか、もう友達だったかな、普通にな、ロハコさんとは。うん、ロハコさんとだって飯食いに行ったりとか遊んだりとか、でも別にタブーじゃないでしょ。うん、もう1年ぐらい経つ？いつ死ぬかわかんないよ。でもなんか増えそうだよね、高年齢化してるから。うん、なんか、うん、あとやっぱショックだったのはドレさんだよね。またドレさんと格闘技スパーリングやりてえな。ねえ、悲しいね。強かったね、なんだかんだ言ってドレさんね。いい人なくしたよ、本当に。ドレさんにまたね、ステゴロ3を教わりたかったな。女が好きでさ、よくオフパコの話してたよ。うん、ね、コメントないのにずっとね、喧嘩もしたね、ドレさんね。うん、ね、一回喧嘩してね、半年ぐらい喋んなかったけど。まあでもね、頑張ろう、ドレさんの分まで。
面白い話はないよ。いくら待っても怒らないよ。面白い話を聞きたかったら、誰だろうな。今ふわっちで一番面白い話するの誰だろう。トム・ソーヤ池上さんの枠見に行ったらいいよ。面白い話求めてる人は。トム・ソーヤ池上さんのトークスキルやばいから。そう、ここで面白い話を求めてる時点で負け。時間の無駄。そう、そういう場所じゃない。ここはダラダラするところだから。基本的にダラダラするっていうニーズを満たすところだから。ダラダラしてるおっさんとダラダラしてるおばさんが集まる枠です。はい。ダラダラする気がないなら帰れ。なめてんのか。ダラダラする気がないなら帰れだね。そう、たわいもない話だから。ダラ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 する枠だから。映像違う？ 1,2,3 ずれる？なんか最近ずれるんだよね。1,2,3ダメ、ずれる。まあ映像がずれても別に何の支障もないよね。ダラダラしてるだけだから、うん、全然大丈夫ですよ。なんだろう、サーバー外れ引いたのかな。でも日本これからやばくなるよ。ねえ、10年後とか認知症の人が人口の 10% とかだからね。今平気？ありがとう。なんか訪れ多いよね。さっきのタイムシフトも訪れてた。うん、だから面白いもの求めるんだったら他見に行きなさいよ。金梅さんとか面白いでしょ。他行きなさい。ダラダラしたいだけだから。お雪なさい。ひどんなとか面白いじゃん。ひどんなとか。ひどんな見に行けばいいじゃん。ひどんな。どうなん？ひどんな。面白いよ。どやさ！どやさ！ってずっと言ってるよ。どやさってって言って、俺もう夜中一人で笑ってるもん。どやさ！どやさ！って言ってて。どやさってひどんな。わらってずっと言ってるよ。一人で部屋で。ねえ、どやさ見に行けばいい。ねえ、カメラ17万だね。カメラ17、レンズが1万で書いてる。18だね、合計18万。カメラ売った、うん、お金ないからパッて売った。マップカメラに売った。もうやめるっつって、いらんっつって。そしたら18万だったね。まあまあ、やっぱまだね、使いたてだから、全然良かったよ、はいはい。エセアカとコラボ全然してもいいよ。ただまあエセアカと俺噛み合わないだろう、多分。全然やってもいいよ。でもなんかあんまり、なんかコラボとかあんま好きじゃねえんだよな俺。つまんねえから。うん、すっきりしたね、うん、コラボ自体があんまり、なんか最近なんかしっぽりやりたいよね。しっぽり、うん、
しっぽりしっぽりやりたい。エセアカドラムうまいんだ。でも俺も結構ドラムうまくない？結構なかなかうまいぞドラム。カメラ売ったよもうパッて、うん、iPhone があればいいやってなった。iPhone でいいやってなってるよ今、うん、ドラム配信この前やったよちょろっと。タイムシフトに乗ってるよ。超高画質ドラム配信やったよ。ドラムロールはできないね。ダブルストロークはできないから俺。知らん知らん知らん。スポンサーからの支援はもう猫ババする、横領する、知らん、懐に入れる、知らん、猫ババだよ猫ババ。視理視力を肥やすために使う。エセアカ楽器うまいんだ。そうなんだ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。もう寝ます。おやすみ。お疲れ。Stand by me.